本願を信じ、念仏を申さば、仏になる。その他、何の学問かは、往生のようなるべきやと。なんまんだ、なんまんだ、なんまんだ、なんまんだ。はい、皆様、こんにちは。こんにちは。ようこそお参りくださいました。ずっと、「歎異抄」のお話をさせていただいております。そして今日は、第12回目になります。今日の、「歎異抄」のお言葉の中の一番要の言葉ですね。本願を信じ、念仏を申さば、仏になる。その他、何の学問かは、往生のようなるべきだと。これは、唯円様の言葉です。本願を信じ、念仏を申さば仏になる。これは、さまざまな商業に説かれている心を、このようにお示しくださいました。浄土真宗の教えは、本願を信じ、念仏を申さば仏になる。こういう教えであります。短い言葉でね、浄土真宗の教えの要をお示しくださったお言葉であります。まあ、今日はこのお言葉を味わわせていただきます。で、本願とありますね。本願。根本の願ですね。願いです。阿弥陀如来の根本の願い。これが本願でありますね。その起こりはどういうものであったのか、どうしてその願いが起こされたのか、というところからね、おさらいをさせていただきます。世事大王様という仏様がいらっしゃいました。これは私たちの世界とは別の世界であります。私たちはお釈迦様という仏様の世界に、生きて起こるわけなんです。で、そことはまた別のですね、世事大王様という仏様の世界であります。で、そこに一人の国王がいらっしゃいました。無常念王というお名前の王様です。その王様が世事大王様のご説法を聞かれたんですね。そして感動なさいましてね、ああ、素晴らしい仏様だと思われまして、私もこんな仏様になりたいと菩提心を起こされたんです。菩提心というのは仏になりたいという心です。そういう心を起こされました。そして王様の位をお捨てになって一人の僧侶となられましてね、世事大王様のお弟子さんになられました。お名前も変えられましてね、法蔵菩薩と名乗られました。そしてですね、まあ、仏様方というのは、みんなを助けるという、そういうお心を持っておられる方ですね。これが慈悲と言いますね。慈悲の心を持っておられる。これが仏様でありますが、みんなを助けたい。このように願っておられて、そのように働いてくださっているんですけれども、法蔵菩薩様もその心を起こされました。そして、十方世界、あらゆる世界をご覧になってみますと、私たちが迷っておるんですね。私たちは今ここに生きておりますけれども、この人生だけじゃないです。生まれる前があったんですね。遠い遠い昔からですね、私たちはさまざまな世界を生まれ変わり死に変わり輪廻しておったということであります。ですから法蔵菩薩様の時代にも私たちは生きておったんです。どこかにどこかに生きておったんです。そして苦しんでおったんです。そういう私たちをご覧になったんです、法蔵菩薩様は。そして必ず助けてやりたいと、このように願いを
起こされたのです。どうしたら助けることができるであろうか。さまざまな仏様方はですね、実際に生きとし生けるものを助けるという働きをしておられました。そしてお浄土を建立されましてね、そのお浄土に迎え取るという働きをされていたんです。一つ一つのお浄土をご覧になってみましたら、あるお浄土は伏せという行を行ったものを迎え取るというお浄土でありました。伏せというのは自分の持っているものを人に与える、ないものを与えて助けるということです。要するに困っている人を助ける、これが伏せでありますがね、そういう行をしたものをお浄土に迎える、そういうお浄土がありましたが、これではみんながそのお浄土に生まれるということはできません。到底私たちのようなものはお浄土に生まれることができない。ですからみんなを助けたいということである、そういうお浄土は自分の作りたいお浄土ではないということであります。そしてあるお浄土を見てみますと、自戒という戒を保ったものを迎えというお浄土がありました。ある仏様はそういうお浄土を建立されて、戒を保ったものを迎えとるという、そういう働きをしておられましたが、戒律を保つということは非常に難しいです、ね、不摂生戒、生き物を殺さないということ一つをとってみても私たちにはできることではありません。お肉を呼ばれていますよね。禅宗のお坊さんたちは諸人料理を食べますよね。これ、摂取をしないためですね。お釈迦様の時代の お釈迦様のお弟子さんたちは下を向いて歩いておられた、ご存知ですかね。いつも下を向いて歩いておられた。坂本九ちゃんは上を向いて歩いておられた。どうして上を向いていたんですか。涙がこぼれないように上を向いて歩かれたんです、ね、お釈迦様のお弟子さんたちは下を向いて歩かれたんです。だから涙ポロポロこぼれますが、どうして下を向いていたのかというと、地面を歩いていると言いますかね、小さな虫を踏みつけて殺さないかということをいつも気をつけておられたんですよ。生き物を踏みつぶしたらそれは殺生ですからね、非常に罪なんですね。ですから生き物を殺さないために下を向いて歩いておられたということであります。なかなかそういうことをする人いませんね。今の時代ですとね、下ばっかり向いて歩いておりますと車にはねられたりしますから、非常に危険でもありますからね。でそういうこともなかなか難しいということであります。それは戒のたった一つですから、その他にもいろいろな戒がありますから、いろいろな戒を保ったものをお浄土に迎えるというお浄土ではこの門地は救えない、このように思われましたから、また別のお浄土をご覧になりますと、そこはニンニクといいまして耐え忍ぶ、辛いことがあっても耐え忍ぶということです。そういうニンニクの行を行ったものを迎えるというお浄土がありましたが、それもこの門師を助けることはできないというふうにお考えになりまして、210億というお浄土をご覧になりまして、どのお浄土も生まれることは難しい、このようにお考えになりました。ではどうすれば救うことができるであろうか。それらのさまざまな行、伏せとか自戒とかニンニク、こういった行をですね、すべてこの法蔵が自らみんなのために納めて、納めた行の功徳を
何万羅仏というお名号に収めて、そしてその名号を与えてお浄土に迎えよ、このように考えられたんです。これなら誰でもお浄土に生まれることができるであろう、このようにお考えになられましてね、これが本願というのです。本願、ここにあります。今先ほどね読みましたね、落ちるお前よ、我に任せて念仏申せ、必ず浄土へ連れて行くぞ、このお心をですね、これが本願と言います。このお心を南無阿弥陀仏というお名号に収めて、そのお名号南無阿弥陀仏を与えて助ける、このように誓ってくださったんです。このお心が南無阿弥陀仏に収まってるんです。そしてその名号を私たちに授けてくださいます。どのようにして授けてくださるかというと、お釈迦様の御説法を通して授けてくださるんです。ですからこの阿弥陀様のお心をですね、お釈迦様が私たちに伝えてくださったんです。これが大無量寿経というお経様です。浄土真宗が一番大切にしておるお経様ですね。でこのお経様の御説法をお釈迦様がしてくださった、この御説法によって私たちは授けられるんです。お釈迦様の御説法を聞くことによって名号を授けてくださるんです。でその名号は仰せとなって、阿弥陀様の仰せとなって私に至り届いてくださいます。その仰せというのは、落ちるお前よ、我に任せて念仏申せ、必ず浄土へ連れて行くぞ、この仰せであります。つまり本願のお心ですね。その本願のお心が南無阿弥陀仏という名号に収まって、でそのお名号が仰せとなって私の心に至り届いてくださるということでありますからね、本願が名号となって、その名号というのは、落ちるお前よ、我に任せて念仏申せ、必ず浄土へ連れて行くぞという仰せであります。この仰せをですね、お釈迦様のご説法を通して聞かせていただき、そして私たちに与えてくださるんです。ですから私たちは心にいただきます。どのようにいただくかというと、下に書いてあります。はい、何万だ参らせていただきます、このようにいただくんです。これが阿弥陀様の仰せをいただいたということであります。我に任せて、これを我に任せよという仰せでありますから、はいとお任せするんです。念仏申せとおっしゃいますから、何万だと唱えさせていただきます。浄土へ連れて行くのと仰せになりますから、参らせていただきますとおいただきいたします。このようにおいただきいたしましたら、落ちるお前よ、我に任せて念仏申せ、必ず浄土へ連れて行くぞという仰せ、お心を私たちは心の中にいただいたのです。あとは何万ダブ何万ダブ何万ダブお念仏相続させていただきまして、命の限りお念仏させていただき、そして阿弥陀様はですね、念仏の修行を納め取って捨てないとおっしゃいますからね、何万ダブ何万ダブと唱えているということは、阿弥陀様にいつも守られている、救われている、そういうことであります。阿弥陀様に守られながら何万ラブ何万ラブ、いつも阿弥陀様と一緒に何万ラブ何万ラブとお念仏させていただきながらですね、人生を送って、そしてこの世の命を終えた時に
お浄土に参らせていただく、お浄土に生まれたらその生まれたということが仏になった、成仏させていただいた、悟りを開かせていただいたということであります。迷いの世界から悟りの世界へお引越しさせていただいたということですね。ですから私たちは我に任せよ、これ信心と言います。我に任せよ、はいと信心をいただいたんです。念仏申せ、これはお念仏です。何万ダブといただきました、何万ダブといただきました。浄土へ連れて行くぞ、これ往生と言います。お浄土に生まれる往生、これをいただきました。参らせていただきますといただきました。これは往生が今定まったということですね。お浄土に生まれるのはこの世の命を終えた時ですが、それがもう決定したということです。阿弥陀様の連れて行くぞをいただきましたから、いただきましたから、いただいた以上は生まれる、お浄土に生まれるんです、ね、それがもう決定したんですね。で、このように3つに分けて、信心とお念仏と往生と3つに分けてお話ししましたけれども、これははいの一言で全部いただいたんです。落ちるお前よ、我に任せて念仏申せ、必ず浄土へ連れて行くぞ、はい、このはいの一言で全部いただきました。信心もお念仏も往生もはいの一言で全部いただきました。で、最初から最後までいただいたんです。そうしたら当然のことながら何万ダブ何万ダブというお念仏が出てまいります。私が力んで唱えようというわけでもなく、はいといただいたら自然と出てくるものなんですね。念仏が出ないということはいただいてないということですからね。ですからはいといただいた以上は必ずお念仏が出てまいりますし、はいといただいた以上は必ずお浄土に生まれるんです。自分の力でお浄土に生まれるわけじゃなくって、阿弥陀様のお働きで生まれさせていただくわけですから、阿弥陀様の仰せをいただいたら必ずお浄土に生まれるんです。これ間違いのないことであります。ですからそれははいの一言で決まったわけです。しかもはいという言葉で決まったんではなくって、はいと言おうとした時に決まったんです、いただいたんですね、いうことですよ。ですからはいの前にもうすでにいただいておるわけですね。で、引き続き何万だお念仏がで参らせていただきますという心も出てまいります。こういうことです。そしてこれが本願ということですね。本願は名号の仰せとなって私の心に至り届いてくださる。その名号というのは私たちを浄土に連れて行ってくださる働きですから、必ず浄土に生まれるということであります。そして先ほどの唯円の言葉、本願を信じ念仏を申さば仏になるということですけれども、この本願を信じというのは、我に任せよのお世をはいとおいただきしたことです。これを本願を信じというんです。念仏を申さばっていうのは、念仏申せのお世をいただいて何万ダブと唱えたことを念仏を申さばと言ってるわけですね。そして仏になるというのは、お浄土に生まれるということです。お浄土に生まれたら仏様にならせていただく。お浄土に生まれることと仏様になるということは一つのことですから、お浄土に生まれたら仏様、
仏様になるというのは、私たちはお浄土で仏様にならせていただきますから、浄土に連れて行くのこのお世をいただいたら仏になるんです。お浄土で仏になるんです。ですから本願のお心がね、この本願を信じ念仏を奉さば仏になるという阿弥陀様の本願のお心、そして阿弥陀様の名号の仰せですね、それがこういう言葉で示されています。本願を信じ念仏を申さば仏になる。非常に短い言葉でね、教えてくださいました。これが浄土真宗の教え全体であります。この仰せをいただきましたら、必ず仏にならせていただきます。お浄土に参らせていただきます。念仏を申さばとおっしゃいます。念仏を申さば、念仏をしたからお浄土に生まれるんではありません。念仏を申さば仏になるとおっしゃいますけれども、念仏をしたから仏になるんじゃありません。いいですか。仰せをいただいたから仏になるんです。阿弥陀様の仰せをいただいたから仏になるんです。阿弥陀様の仰せがそのまま私を仏にしてくださる働きですから、阿弥陀様の仰せ、落ちるお前よ、我に任せて念仏申せ、必ず浄土へ連れて行くぞの仰せをいただきましたから私は仏になるんです。念仏をしたから仏になるんじゃありません。いいですね。ここは大切なところですよ。私が念仏をしたという私の行為は全く何の役にも立たないんです。阿弥陀様が念仏を申せと与えてくださるそのお念仏が私を浄土に連れて行ってくださるのであって、私が唱えたという行為で行くんじゃありません。いいですね。連れて行ってくださるのは阿弥陀様ですから、私の力で行くんじゃない、阿弥陀様のお力で参らせていただきます。じゃあお念仏しなくっても行けるのかというと、そうではありませんね。お念仏をしないというのは阿弥陀様の仰せをいただいてない証拠ですからね。阿弥陀様の仰せをいただかなければお浄土には生まれませんよね。ですから阿弥陀様の仰せをいただいた以上は何万ラブ何万ラブと唱えさせていただくんです。でそこのところを念仏を申さば仏になる、でこのように教えてくださったということですね。念仏をするのは条件ではありません。お念仏ということに私たちをお浄土に連れて行ってくださる功徳があるわけですね。南蛮がお名号の功徳であります。それを唱えさせていただきます。ですからまるまる阿弥陀様のお力で救っていただくわけですね。こういうことを教えてくださいました。ですからお念仏がなければお浄土には生まれないんです。私が唱えた手柄でお浄土に生まれるのではなく、阿弥陀様のお手柄で生まれさせていただきます。でこの仰せはいつ私たちに向かって呼んでくださっているのかというと、いつでもどこでもです。いつでもどこでも呼んでくださっています。阿弥陀様は実行という昔に仏様になられました。仏様になられて以来ずっと呼び詰めに呼んでくださっている。それは私たちが起きている時ばかりでなく、寝ている時でもですよ。いつでもずっと呼び詰めに呼んでくださっています。どこにいる時でも呼んでくださっています。ですからこれはいつでも、はい、何万だ参らせていただきますと思い出した時にお返事させていただくわけですよ。いつでもどこでも思い出した時、
お念仏する時ですから、どこでも思い出した時に何万ダブ何万ダブお念仏させていただきます、参らせていただきますと思って何万ダブ何万ダブお念仏させていただきます。これがお念仏の相続日暮らしですね。お念仏の日暮らしということです。お念仏をするときには必ずこの阿弥陀様の仰せを思い出してお念仏するわけです。ありがとうございますと思って何万ダブ何万ダブ、参らせていただきますと思って何万ダブ何万ダブ、阿弥陀様に守られながら何万ダブ何万ダブ、阿弥陀様と一緒に何万ダブ何万ダブ、私たちの目には阿弥陀様は見えませんけれども、お浄土に参らせていただけば私の目の前に姿を現してくださいますからね。それがお浄土に生まれた時のことですね。そして仏様にならせていただきますと、私は光の仏様にならせていただきます。阿弥陀様は光の仏様です。阿弥陀様の映像には光明が描かれていますが、ああいう仏様にならせていただきましてね、私たちも十方世界に向かって光を放たせていただきます。そして生きとし生けるものを助けてお浄土に連れて行くという阿弥陀様のお働きのお手伝いをさせていただくわけですね。私が放った光から分身を表すんです。化身と言います。だから人間世界に光を放ったら人間として生まれてくるわけです。それはおぎゃーと生まれてくるんですけれども、普通の赤ちゃんじゃない、仏様が姿を変えた姿ですからね。そういう形でみんなを助けるためにお念仏の教えを伝えてですね、みんなを助ける、そういう働きをさせていただきます。これが本願のお言われなんです。本願というとそういうことなんです。本願の一部始終を今お話ししたんです。そして本願を信じと言います。信じという言葉がありますね。信ずるという、信ずるという言葉は最近はあまり使わないんです。これ間違いやすい言葉だから使わないようにしておるんです。ですからいただく、いただくという言い方をするんですね。ですからこういうお寺でお説教を聞かれますとですね、ご信心をいただくというふうに言われますでしょ。信ずるっていう言葉はあまり聞かれないと思いますがね、こういう言葉は現在では避けておるんです。ですが親鸞聖人の時代、それから唯円さんの時代にはこれ盛んに使っておりました。むしろいただくという言葉はほとんど使われなかったです。ご信心をいただきますという言い方は昔はしなかったです。親鸞聖人の時代、唯円さんの時代は信ずると言ってたんです。で仏教というのはね、信ずるというのはね、いただくことなんです。今の言葉にするといただくということです。私たちの普通の俗世間でですね、信ずる、信ずるというのね、例えば私は夫を信じております、私の夫は決して浮気はしない、信じております、これ相当無理をしておるんです。絶対にしないとは言い切れない。なぜなら人間ですからね。人間は煩悩を抱えておりますからね。縁に触れれば何をするかわからんのが私たちなんです。ですから絶対に大丈夫ということは言えないんです。言えないのに信じてますというのは相当無理をしているんです。このように私たちの俗世間で信ずるというのは無理をしなければならないんです。これが普通に言われている信ずるという言葉です。ところが仏教でね、信ずるというのはね、
様の仰せを信ずるんです。仏様はね、絶対に嘘をつかれない。嘘は絶対おっしゃらない。私たちは嘘をつきます。だから私の言うことを信用していただいてもですね、これは当てにならんわけですが、仏様の仰せはですね、嘘がない。ですから信じようと思う必要もない。そのままいただけばいい。そのままいただくしかないわけです。疑いようがないからです。嘘がない、本当のことしかおっしゃらない、間違いがないわけですから、疑いようがないんです。そのままいただくということを信ずるっていうんです。仏教で信ずると言ったらそうです。ですからお釈迦様の仰せを信ずる、阿弥陀様の仰せを信ずるっていうのは、まるまるそのままいただく、受け入れるということなんです。疑う必要はない。人間の言葉はわからないです、信用できるかどうかわからない。阿弥陀様の言葉、お釈迦様の言葉は絶対に嘘はありませんから、そのままいただくだけなんです。ですから仏教で信ずるというのと俗世間で信ずるというのは全然違うということですよ。それからもう一つですね、私は仏様の存在を信じています。お釈迦様というのは歴史上インドに現れてくださった方ですから信じますけれども、阿弥陀様はお話だけの話だから信じられないという人もいるんです。あなたは阿弥陀様の存在を信じてるんですか？ね、私は信じています。これはちょっと無理をしてるんです。わからないことですから、私たちにはわからないことですから無理をしてるんです。で、こういう言い方は仏教ではしないんです。仏様の存在を信じますか、そういう言い方しません。仏教ではそういう言い方しません。お浄土の存在を信じてますか、こういうことも言わないわけです。じゃあどう言うんですかというと、お釈迦様の仰せを信ずる、仰せしかありません。お浄土の存在を信ずるとか阿弥陀様の存在を信ずるとかいうことは仏教にはないことです。お釈迦様の仰せを信ずる、仏様の仰せを信ずる、阿弥陀様の仰せを信ずる、仰せしかないんです。仏教というのは仏様の教えであって、教えなんです。教えを信ずるんです。そこに阿弥陀様のことが説かれている、お浄土のことが説かれている。ですからお釈迦様の仰せを信ずるんです。お釈迦様の仰せは嘘がない。ですからそのままいただくということです。自然にいただくんです。無理をしない。無理をしないっていうのは疑う必要がないからですね。疑いようがないからそのままいただく、自然にお浄土がいただかれますよ。阿弥陀様も自然にいただかれます。そして阿弥陀様の仰せも自然にいただくわけです。疑いようがないということですからね。ですから信ずるという、本当に信ずる、心から信ずることができるのは仏様の仰せだけ。人間の世界ではそういうことはありません。そして世の中にはね、仏様の仰せを信じないという人もいます。それは仏様のことを知らないからですよ。仏様の仰せが真であるということを知らないから信じない。信ずるというのは仏様の仰せが真であることが腹に落ちたということです。科学の世の中だと言います。現在は科学的に説明できないことは信じないという人もいますけれども、
科学というのは人間の知恵で明らかにしたことです。ですからこれは限界があるんです。限界がある。ですから科学が全てではない。それは仏様の仰せというのは科学を超えていますからね。科学を超えていますから、これはもう仏様の仰せをそのままいただくという、これしかないわけですね。これが本願を信ずる。本願を信ずるというのは、本願、落ちるお前よ、我に任せて念仏申せ、必ず浄土へ連れて行くの、このお世をまるまるいただくということです。これが信ずるということね。ですから信ずるという言葉も、これはしっかりとお料理して、そうしたらこれ信ずるという言葉は普通に使っていいわけです。いただくと言ってもいいし、信ずると言ってもいいんです。力みがないんですよ。信ずるって、俗世間で信ずるっていうと力みがあるんです。ところが仏様の仰せを信ずるというのは力みがない、疑いようがないから、そのままスーッと受け入れることを信ずるっていうんです。ですからね、自力他力と言いますけれども、信心についてはですね、自力の信心というのはないんです。全部阿弥陀様の仰せ、お釈迦様の仰せをまるまるいただくということですからね。それは全部他力なんです。他力なんです。仏様のお心をそのままいただくということであります。そしてね、私たちは浄土真宗は他力の教えであって、お浄土に生まれさせていただく教えです。これは阿弥陀様に救っていただく教えです。ですが、お釈迦様の教えの中にはそれ以外の教えがたくさんあるんです。正道門というんですが、聖の道とか言いまして正道というんですが、自分の力で修行して仏になる道があるんです。そういう教えもですね、お釈迦様が教えてくださったんです。そのお釈迦様の教えをいただくということでは、やはり素直にそのままいただくんです。お釈迦様の教えを信ずるんです。ですからここでも信ずるというのは力みがないんです。ところが、そこでいろいろな修行の仕方を教えてくださいました。先ほどもありましたが、伏せの修行、戒を保つという修行、ニンニクの修行、いろいろありましたけれども、そういう行を行うというところに自力があるんです。自分の力で修行するんです。ですから正道門という教えはですね、信心は力みがない、お釈迦様の教えをそのままいただくだけです。でこういう修行をすれば仏になれるぞと聞かされて、その修行をするところに自分の力が入ってくる。これは修行は並大抵のことではないですからね、相当力を入れてやらないといけないわけで、これ自力っていう、自力の修行というのがあるんです。ところが私たちの浄土真宗の教えは、教えは仏様の教えですから、そのままいただきますから、信ずるというのにはね、力が入らない。そしてお念仏も、念仏申せ、なんだこう唱えさせていただく、これは阿弥陀様の催しによって唱えさせていただくんですから、私たちの方は何の力もいらんのです。ですからこれ他力の念仏なんです。阿弥陀様に催促されて唱えさせていただくお念仏であります。ですから私たちには自力の念仏というのはないんですね。阿弥陀様の仰せを間違って聞いて、一生懸命唱えたらお浄土に参らせていただけるんだと勘違いして、一生懸命何万ダブ何万ダブ何万ダブお念仏する人は、これは自力の念仏と言います。これは勘違いですね。間違っておるんです。こういうふうに自力の念仏という自力の行が入ってきますと、これは間違いです。
浄土真宗ではこれは間違いである。本当の念仏は阿弥陀様が唱えよ、おっしゃいますから、ありがとうございます、何万だぶ何万だぶ唱えさせていただく、これが他力のお念仏でありますね。ですから聖道門と浄土門の違いは行に自力があるかどうかですね。ね、自力で自分の力で修行させていただくというのが聖道門、阿弥陀様の仰せに従って何万だと唱えさせていただくのが浄土門、まるまる阿弥陀様の働きによって救われてお浄土に参らせていただくということであります。少し休憩をいただきます。